国三大祭りに数えられる西条祭りは10月中旬に行われます。中でも15、16日に行われる磯野神社の秋祭りは鴨川で行われる川入りで、宮入りしようとする神輿とそれを阻もうとするだんじりが見せる練り、かきくらべは全国にたびたび紹介されています。西条祭りの発祥については定かではありませんが、文献上にだんじりが登場するのは宝暦7年でおよそ250年前のことです。磯野神社所蔵の西条祭り絵巻は江戸時代の作品で、当時の祭りの様子が克明に描写されています。10月15日午前1時ごろ、それぞれの町内を出発しただんじりは鴨川橋を渡り、やがて磯野神社の参道に入ってきます。高欄につけられた100個近い提灯がだんじりの動きに合わせ明るく暗くろうそくの火を揺らせます。その姿は動く不夜城とでもいえる美しさで、数多くの町内の人々に担がれ拝殿を目指します。そしてこの宮出しの行事を見ようとする多くの観客で、参道には長い列ができます。太鼓と鐘の音、そしてお囃子や伊勢音頭に乗せて次々と拝殿に向かうだんじり。西条祭りではこのだんじりが100台余りあり、これだけ数多くの山車が一つの祭りに出されるのは全国一と言われています。宮出しはもともと神事だけが行われていて、神社近くの町内のだんじり数台が参列していたのですが、戦後西条祭りが盛んになるにつれ、ほとんどの町内のだんじりが参列するようになりました。東の空が明るくなり夜明けを迎える頃、奉納を終えただんじりは再び鳥居をくぐり、それぞれの町内へと帰ります。やがて神事を終えた神輿は鬼頭やお供の人に守られ宮出しされ、西条祭りが始まります。16日早朝、御旅所にだんじりが集まるのは宮出しとほぼ同時刻。午前2時ごろには次々とだんじりが御旅所に入ってきます。祭り最終日となる16日は市内すべてのだんじりが運行され、仮拝殿でもらった番号札をだんじり前の高欄につけ、この日は番号順に並んでだんじりが市内を巡行します。次々と拝殿に向かって練りを奉納するだんじり、中には800キロもあるだんじりを高々と差し上げるなど、提灯を揺らせながら迫力ある練り、かきくらべを見せてくれます。
御殿前は旧西条藩の陣屋のあったところで、現在は西条高校になっていますが、大手門と堀が昔の面影を残しています。かつてここは藩主松平公が西条祭りをご覧になったところで、当時を忍び今も風習が受け継がれています。御旅所を出発しただんじりは再び番号順に並び勢ぞろいします。だんじりは次々に大手門に進み、練りを奉納していきます。御殿前の行事を終えただんじりは市内を巡行し、田松に勢ぞろいした後、川入りの行われる鴨川に向かいます。秋の日差しが影を落とす頃、川入りが始まります。鴨川の美しい流れの中で、祭りを惜しむだんじり数代が宮入りしようとする神輿を阻み、繰り広げられる書き比べは西条祭りのクライマックス。それを見守る観客十数万人。やがて神輿は川を渡り、祭りは終わります。